海上自衛隊の最新鋭の水上戦闘艦、最上型、12隻をもって、建造、終了との計画の中、ジキモが、味方の全容をキャッチしました。今回は、ジキモが、味方の詳細を詳しく見ていきますね。中国もびっくりするほどの建造能力は、もはや悪魔的ですね。三菱重工の本気が見えてきますし、やっぱり輸出を意識してのことなのでしょうか。日本各地でもが、味方が建造されることを考えると、マジでやばいよね。今年2024年2月、オーストラリアが増強を続ける中国の海軍力への対抗策として、自国の海軍戦力の再整備計画を打ち出し、その中には、汎用性の高い水上戦闘艦である、フリゲートを、最大で11隻調達する内容が含まれていることが伝えられた。このニュースが、ことに、日本で大きな反響を呼んだ理由は、その11隻のフリゲートの候補に、ドイツの MEKO-A200、スペインのアルハ3000、韓国の耐久級と互いして、日本のもが、味方の名が挙げられていたという事実からであった。日本のもが味方護衛艦は、海上自衛隊の水上戦闘艦艇として最新型のフリゲートであり、同隊では、初となる艦式号、FFM を与えられた艦艇で、多用途で、対機雷戦戦いまでも包括した、その艦容から、新時代の水上戦闘艦として知られていた。このもが、味方が、他国、オーストラリア海軍の取得の検討の候補に挙げられたことは、日本国内に止まらず、世界的にも前述したような特徴が評価されたものと受け取られており、今後の展開、推移の続報にも注目が注がれている。もが味方護衛艦は、今年2024年3月には、6番艦となるアガノが就役を迎える予定で、最終的な準備が進められており、すでに7番艦のイオドと8番艦の優別も、昨年2023年に進水を終え、順次収益を行っていく過程にある。さらに名称は未定ではあるものの、目下、味方は、2023年度までの予算で残り4隻、トータルで、12隻の建造が行われることが決定されており、これらも、1年に2隻のペースで収益していく計画であることが明かされている。目下、味方護衛艦は、基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、全長で 133.0m、作用幅で 16.3m、深さで 9.0m の艦隊に、ガスタービン機関1機とディーゼル機関2機を合わせたコダグ方式のエンジンを搭載している。このコダグ方式の機関は、最大で7万馬力の出力を誇り、これによって、最大で30ノットの速力を発揮、ステルス性を重視した艦隊。およそ90名という精進化を突き詰めた搭乗人数を実現しており、新たな護衛艦のあり方を示している。もが味方は、当初は前述した12隻という隻数ではなく、最大で22隻までの建造が示唆されていた時期もあったが、昨年2023年8月末にその隻数となることが打ち出され、以後は、さらに、新型の FFM の新造が実施されることとなった。この方針転換の理由は、現時点では、定かではないが、もが、味方の主兵装は、アメリカ製のマーク 41VLS の16セルとされてきたが、新型 FFM では、この数が、倍増の32セルとなると目されており、より戦闘力を高めたものとなることが予想されている。そもそももが味方は、この主兵装たるマーク 41VLS の16セルも、10番艦までは、後日装備として建造時には搭載されておらず、建造当初より実装された状態となるのは、11番艦と12番艦の2隻のみという、少し心もとない状況ではあった。この点をして、オーストラリアが、調達予定のフリゲート11隻にもが、味方の名が挙げられたとはいえ、戦闘能力に疑義を唱える声が一部から寄せられていたことも事実ではあるが、個人的には、単に予算上の問題のように思える。したがってもが、味方護衛艦が、現時点で、建造済みの艦艇に、主兵装たるマーク 41VLS の16セルが搭載されていないことをもって、その戦闘面での運用に問題があるかのような言説は、
あまり意味をなさない抽象じみた指摘ではなかろうか。さて、オーストラリアの件は、さておき、日本の新型 FFM の概要であるが、こちらは、基準排水量で4880トン、満載排水量で6200トン、全長 142.0 メートル、最大幅 17.4 メートルの艦隊に、モッガ2型と同様のコダグ方式のエンジンを搭載する模様だ。この新型 FF が搭載するコダグ方式の機関の出力などのスペックは未だ伏せられているが、最大速力ハモガ2型と同等の30ノットが確保されるとめされており、高速性能と燃費の両立を基としていることは間違いない。新型 FFM は、開示されたスペック上でもが2型と比して、基準排水量で980トン、満載排水量で700トン、全長で 9.0 メートル、最大幅で 0.9 メートルほど艦隊が大型化される予定であり、これを考慮すれば機関部も強化されるのだろう。モッガ2型で16セルであった主兵装のマーク 41VLS は、新型 FFM では、こうした艦隊の大型化もあって、前述した通り、倍増となる32セルを搭載すると予想されており、対艦、対潜、対空、対地の各分野の攻撃力の向上は間違いない。艦枠場もが、2型で、10番艦まで後日装備とされた主兵装のマーク 41VLS を、今後の新型 FFM では、建造と同時に搭載されることを期待するが、防衛予算案の増額が図られらたいまであれば、その点も考慮されるものと思いたい。モッガ2型護衛艦では、その企画に際して、実際に建造を担う造船企業側からの提案を募る方式が初めて実施されることとなり、当時は、これに、三菱重工業者と三井造船社とジャパンマリンユナイテッド社の3社が、これに参加した。選考結果は、三菱重工業者の企画が採用され、2番手は、三井造船社であったことから、全12隻を、前者が主契約者として10隻、後者は、下請け事業者として、2隻の建造を担当したが、このうち5社は、業界の再編のため、三井 E&S 造船社を経て、三菱重工マリタイムシステムズ社へと変化した。こうした流れをたどったこともあり、もが、三型護衛艦は、結果として、三菱重工業者と三菱重工マリタイムシステムズ社という、両社が、共に、三菱系の造船企業が建造を担う形となり、是非は別としても集約化されたと言える。新型 FFM においても、選考形態は、同様の形が取られたが、企画提案に参加を行ったのは、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社の2社のみとなり、ここでも、前社が、主契約者の座を獲得し、後者は下請け事業者となった。ジャパンマリンユナイテッド社といえば、今、まさに航空母艦化改修の渦中にあるヘリコプター搭載護衛艦、艦式号、DDH の出雲、型2隻を建造した実績を持つことでもよく知られているが、日本の護衛艦の建造は、今や、この2社しか受け負えないとも言える。こうした状況は、日本の防衛産業全体を俯瞰してみた場合には、選択肢が減少してしまうという、由々しき事態ではあると思えるが、特殊な産業でもあるため、建造に実績を要求することは避けられず、今後も新規参入は困難であろう。新型 FFM は、防衛予算上では、2024年度分から2028年度分までの5年間で12隻を建造することとなっており、主契約者である三菱重工業者が8隻、下請け事業者であるジャパンマリンユナイテッド社が4隻を受け持つ予定だとめされている。初年度の2024年の防衛予算案では、新型 FFM の建造費用としては、2隻で1747億円、1隻あたりでは、およそ873億円が盛り込まれており、これハモが、三型護衛艦が一隻あたりおよそ470億円ほどであったことに比してかなり増加したようにも見える。ただし、こうした背景には、世界的な物価高騰の基調など、経済的な状況を反映したであろうことや、当初より、主兵装のマーク 41VLS の32セルの取得を含む可能性もあり、一概に金額のみを取り出して論じることには意味は薄いかもしれない。
ちなみに、最新型の汎用護衛艦監視機号 DD の朝日型の場合、基準排水量で5100トン、満載排水量で6800トン、全長 151.0 メートル、最大幅 18.34 メートルの艦隊に、マーク 41VLS の32セルを搭載、その建造費はおよそ700億円と近似値ではある。新型 FFM の場合、規模的にも兵装的にも、ベースであるもが身型よりも、この朝日型護衛艦に近いものが感じられ、建造費も含め、その用途もそれに近い、いわば FFG、ミサイルフリゲートとミサス越えも聞かれる。2024年現在、海上自衛隊が保有運用する艦艇の中で、最新の水上戦闘艦艇といえばも、が2型護衛艦であり、他国海軍で言えば、フリゲートに分類されている、船体の規模感と装備を備えた多用途艦艇ということができる。も、が2型護衛艦自体は、海上自衛隊の艦艇としては、初となる FFM という艦首記号を付与された経緯があり、これは、FF が、フリゲートという、艦の規模、M が、機雷、マインと多用途、マルチパーパスを示すものと説明されている。も、が、2型護衛艦の直接の前級である、阿武隈型護衛艦は、日本の近海や沿岸部の防衛を担当する艦艇として、艦首記号としては、DE が割り振られており、1989年から1993年にかけて6隻が就役。艦齢は、今年2024年で、31年から35年を迎える。そのため、阿武隈型護衛艦は、2022年末に閣議決定された防衛力整備計画によって、遅くとも、2028年3月までに6隻すべてを退役させた後除籍することが確定しており、その役目を全うして去っていくこととなる。ちなみに、阿武隈型護衛艦は、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルの艦隊に、ディーゼル機関2機とガスタービン2機を組み合わせた CODOG 方式を採用。合計で、最大で、36,300 馬力で、27ノットの速力を発揮する。阿武隈型護衛艦は、主兵装として、62口径 76mm 単装砲1機、ハープーン追艦ミサイルの4連装発射塔を2機、アスロック対戦ミサイルの8連装発射機を1機、324mm の3連装単魚雷発射艦を2機搭載している。ここからもわかるように、阿武隈型護衛艦は、現在の日本の主力の護衛艦馬のように、主兵装に、VLS、垂直発射艦は採用されておらず、艦隊には、若干のステルス性能は備えてはいるものの、旧式化は否めなかった。また、阿武隈型護衛艦は、この基準排水量2000トン、満載排水量2900トンという、規模感の艦隊でありながら、乗員の定数は120名となっており、その点からも、現在求められているような精進化が図られているとは言い難い。これに対しもが、2型護衛艦は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルの艦隊に、ディーゼル機関2機とガスタービン1機を組み合わせたコダグ方式を採用。合計で、最大で、7万馬力で、30ノットの速力を発揮する。も、が2型護衛艦は、主兵装として、62口径マーク5、5インチ単装砲を1機、マーク 41VLS を16セル、1名式艦対艦ミサイルの4連装発射塔を2機、324mm の3連装単魚雷発射艦を2機、さらに、近接防御用に、シーラム1機を搭載している。阿武隈型護衛艦でも、若干のステルス性能を備えていることは前述した通りだが、もっが2型護衛艦は、その外観を見ても、同分野を大幅に進化させたことが伺えるデザインであり、一見して無駄ノイズされた水上戦闘艦であることがわかる。従来までの水上戦闘艦といえば、主として、環境構造物周辺に、多数の可動式のレーダー等のアンテナ類が取り付けられていたものだが、もっが2型護衛艦においては、ほぼそうした突起物は廃され、非常にスッキリとした外観が特徴だ。もっが2型護衛艦では、環境構造物の最上部に、
ノラ50複合空中線と呼ばれている各種の通信に必要なアンテナを集約させたものを採用。その見た目から、一角獣やユニコーンといった形容が行われることも多い。この円筒形をしたノラ50複合空中線アンテナは、形状としてシンプルにまとめられたこと以外に、内部の部品の交換等のメンテナンス性にも優れていると言われ、ステルス性と機能面を両立させたものだと評されている。またもが、2型護衛艦の目としては、X バンドに対応したパネル式の OPY2 レーダーが、環境部の側面に埋め込み式で配置されており、これは、従来までの OPY1 レーダーと OPS-48 潜望鏡探知レーダーを統合させた多機能レーダーである。この OPY2 レーダーは、敵である目標物を捜索するところから始め、探知した後には、その目標の追尾を行い、最終的には、搭載兵装による射撃管制までを一貫して担う多機能レーダーであり、無論、これも、艦のステルス性の向上にも寄与している。これに加えもが、2型護衛艦には、2種類の電子光学センサ OAX-3 が組み込まれており、これは、可動型と固定型のから構成されているもので、ここから取得された情報も、また搭載する兵装の射撃管制に利用される仕組みとなっている。OAX-3 の固定型センサーは、前述したノラ50複合空中線アンテナの下部に、艦の全周囲を、カバー可能な6機のカメラを備えており、ここで取得された画像は、艦の CIC、戦闘指揮所のモニターに送られ、状況への対処に利用される。も、が2型護衛艦の CIC、戦闘指揮所は、14機ものコンソールモニターが上部から見た場合、円形に配置された効率的な構造に設計されており、艦全体の定員を90名という消費化を推進することが可能な一要因ともなっている。この基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トンにもなる規模を持つもが、2型護衛艦の定員数が90名というのは、他国の同様な規模感を持つフリゲートと比較しても非常に進んだ消費化を実現していると言えよう。ただし、伝統的に、水上戦闘艦が、実際の戦闘等で、艦隊にダメージを受けた場合のリカバリー、すなわち、ダメージコントロールへの対応は、乗務員の頭数によって対処能力が向上するという、属人的な要素も多分にあり、消費とかだけを手放しで称賛するわけにはいかないとの指摘もある。そして、も、が2型護衛艦が、従来の護衛艦と一線を画すと言われている最大のポイントが、対機雷戦闘を、これだけの規模の艦艇でありながら包括して実施することを念頭に建造されているという点にあると思われる。も、が、2型護衛艦は、対機雷戦闘用の装備として、OQQ-11 ソーナーシステムを実装し、また、機雷排除用の無人水上無人機、USV と、機雷捜索用の UUV と、強いて、自立型の水中高層式機雷探知機 OZZ-5 を運用する能力が付与されている。これらの機雷の排除を行う能力に加えて、も、が2型護衛艦は、自身が機雷を付設する能力も備えており、簡易型の装置を用いて、小型の導管専用の新型機雷を付設することで、従来の掃海敵が担っていた役割も一部で対処可能としている。かつての冷戦期にはいざという場合に、日本の近海に進出してくるであろう。主として、当時の旧ソ連海軍の艦艇を意識した掃海艇部隊の維持が注力されていたが、同国の1991年の自然崩壊以後は、その戦力は削減される傾向にあった。しかし、今日では、急拡大を続ける中国海軍が、日本の南西諸島方面を脅かす事態が懸念されるようになり、同諸島方面を念頭に置いて、こうした島嶼部の防衛を強化する策の一環として、も、が、2型護衛艦への対機雷戦闘能力の付与が行われたと言ってよいだろう。も、が、2型護衛艦は、まず、2022年3月に、2番艦である、熊野が就役を果たしたことを皮切りにして、現時点の2024年2月末時点までに、5番艦の矢作までが実戦配備を終えており、この3月には、6番艦の阿賀野もこれに加わる予定となっている。当初は、
22隻もの大量建造も視野に入れているとされていたのが三方護衛艦ではあるが、2024年度の防衛予算案までで、全12隻の建造となることが打ち出され、その後ハモが三方を改良した形とほぼ式新型 FFM が12隻建造される計画となった。この新型 FFM の使用については、現時点では、詳細な部分までは判明していないが、もが、三方で16セルに止められた VLS 垂直発射艦は、倍の32セルに強化される模様で、対機雷戦闘について、どのような対応となるのかは、続報に留意したい。